今日はね、見てここにね、めっちゃラーメンをね、つけとったらね、なんかすごい感じになったやっほー。で、髪の毛がね、乾いてないんですよお風呂入ったんだけど、髪の毛乾いてないんです、これこんばんは。ん？こんにちはか。こんにちは。で、今からね、ご飯食べたいんですけど、あ、6月とかのライブ見に来た、ありがとうございます。こしゃさ、嬉しい、楽しみにしてます。楽しみにしてるし、楽しみにしててください。一緒に楽しんでいきましょうね。わぁ、めっちゃパヤパヤなんだけど、髪の毛パヤパヤ、ヤパパヤパパイシャンデン、シャク恋は池の恋、ヤパパヤパパ。胸のたい、抱かれたい。ホーレス嫌なの、私ホーレスめっちゃある。笑いじわほたラブレッターチリチャーハットありがとうございます。はい、そしてね、ご飯食べるんですけど、今からね、お肉を焼かなきゃいけないんですよ。はい、お肉食べようって話してたじゃないですか。お肉をもう私は食べます、食べちゃいますおお、ラインに乗って、はい、おう、モモ娘の映画見に行ってきました。おお、いかがでしたかコロさんとこっち、ありがとうはいでは、いつかのねプレゼントでいただいたお肉を焼きます。ちっちゃい入ってありがとう。止めたままにしてるよ。私も止めたままにしてありますよ、もちろん。はい、なんでちょっとね、ご飯を食べながら矢部健三矢部健三でも見ようかなと思っておりますよなのでまずはお肉を焼いていくんですけど、うん、ちょっとちょい時間かかると思うんで、ラジオ配信にしようかな。ラジオ配信にするね。皆さん、ちょっと声だけになるんですけど、また後ほど。バック、よかなかったけど、これ なんだろう。はい、よし、あ、お腹すいた、お腹すいた、お腹すいてんでいい、お腹すいちゃって、ちょっとさっきあのつまみ食いした。切るとこ間違えた。おい、これで拭いちゃう。ほい、
そうそう、うちねもう塩コショウないんだってんで。あ、ちょっと待って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 、やばいやばい。引いて書いてあった。反射神経。強火トングなどで肉がフライパンに密着するよう強く押さえつける。蓋をしてそのまま1分ほど焼く。意外と早く焼けるみたいな。そうなんだ。
にちは、にちは、わんわん。肉食べたいでしょ。いやもうこの音はね、肉食べたくなる音よ。もういいんじゃない？これ全然いいよ。多分。まだかな。とりあえず守ってみよう。見守る。ちまだっぽかったらまた焼けい。はい、はい、焼けたったよ。やばい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 、ワクワクしてる。ただいま。じゃーん。できたや。それでは、まずいただきたいと思います。いただきます。
がとう。コメント見えてる？見えてるよ。それではみんなで一緒にね、矢部健三を見るぞ。途中まで見てた。バリウマ。もやもや。焼きすぎた完全にまあまあ、やべくんそう見るよ。みんな。ありがとう。では警部補矢部健三
エピソード3見まーす。いっせーので、場所はどこだ。神経ガスはそこにある。タイムリミットは15時だ。はーい、いつまで。もしもし、もしもし、神主が24時間子供をあやしてる場所か。もう1時間ない。神主というからにはどこかの神社のはずです。それだ、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 それだ。今隠し撃の神社を探せ。これまだ24時間営業だ。行くぞ、はい、遅い。ましょう。また1週間前、秋葉原の交番でバッグの盗難届が出されています。下沢は白です。他に怪しい奴は。リストの人間は来納しましたが、アリバイスもた犯人と思われる人間はありません。警察に恨みを持った者の犯行じゃないとしたら、犯人の目的は一体何なんだ。おい、神主が24時間子供をあやしてる場所。何や、あいつやる気あんのかい。こんなとこったらもううっとじゃ。あ、行くぞ。後ろの大きい人誰。あれはマネージャーの水口さんです。見える、僕にはカズミちゃんのティアラが見える。本当ですか。何も悩ないな。心の汚れた乙女には見えないんだよ。あ、あのさっきの二人のパフォーマンスとっても勉強になりました。握手していただいてもいいですか。ダメですか。お願いします。シャワーおい、すいません、大丈夫ですか。おい、あー、キリコさん。おい、24時間子供をあやしてる場所か。おかしいな、これだけ探していないってことはやっぱり外へ逃げたのかな。どうです。ダメ、さっぱり見つからない。じゃなくて、犯人が出したクイズの答え。あのさ、少しはこっちにも協力してくれよ。日本の命運がかかった重大問題なんですよ。刑事君、刑事君っていうのやめてくれよ。刑事君やめてくれよ。待ってください。15時までに行ける神社の範囲って言ったら結構広いな。高台にある神社に絞ってみれば。え、神経ガスが最も効果を発揮するのは高台や高層ビルなんかからばらまいた場合らしい。高台にある神社って言うと、牧原神社、本能神社、天神神社、根津の森大明神、根津の森大明神、根津の森、そうだ、根津の森大明神だ。おいおい、いくらなんでもそれは、それが根津の森大明神って言ったら、ここのすぐ近くだ。緊急避難ってどういうことですか。本部からの情報によれば、現在この付近で爆弾テロが進行中とのことです。念のため今すぐここから避難してください。バングラデマシャンポツリージョンパラベパラテパレナ。おふーたちゃん、特使はセレモニーに参加されるゲストの退避を優先してくれと。それは我々に任せてください。ダートボジュアンキッティチョンポツリーアミパラテパレナ。おねえくバロテイキポレチョジャンドンノバード。私のことはいいから、くれぐれもゲストを早く出口へ避難させてください。そういうわけにはいかないんです。さあ早く。どうぞどうぞ、こちらこちら。リボンのメーカー、この木メーカー、皆さんこちらです。どうぞどうぞ。いや、まだ肩が終わってねえか。見よう、もう。はい、こちらです。安心してくださいね。片桐先輩、特使をお願いします。僕たちは逃げ遅れた人がいないか確認してきますんで。おげん、させて。あいちゃん、あいちゃん、あいちゃん。
日本盛り上げてダジャレみたいなこと言いやがって。矢部さん、矢部さん、ちょっと待って、矢部さん、ちょっと待って、矢部さん、矢部さん、ほんまにここなんか町ごとたあの小娘しばき倒したんだよ。矢部さん、あれ、デビー、わしの言った通りや、間違いなかった。なんでもかんでも俺のジャイアンかっつって。ああ、わしや、これが最後だ。ああ、わしや、ミスターフィギュアのフィギュアを5人1列にして6列で整列させろ。答えが分かったらそこにある携帯で撮影して送信しよう。残り時間はあと10分だ。もしもし、もしもし、矢部さん、失敗すんなお前、これはもう考えるまでもない。あったんですね。あったいね、お前。ほらちょっと並べとくから、お前ちょっとすぐお前写メ撮れるよ。お前ちょっとあれ撮ってこい。はい、撮ってました。犯人の言葉を、ひょっとしてまさか犯人はこの美術館の中にいる。おりみろ、こけしとっといてよかったろ。おりに感謝しろ。21しかないじゃないか。おい、これは何ですか。なんだ、マトリョーシカでしょ。ほら、これを開けると、23、まあお分かりかと思いますけど、これを開けると24、最高32個まで行くけど、今日はこれで勘弁しといてやる。なんだそれ。はい、本部。あ、勝田君、あ、すまないがな、後にしてくれ。何、本当か。もう一度言ってくれ。だから矢部さんははめられたんです。犯人の本当の狙いは別のところにあります。なんだと。おい、今言ったことは間違いないんだな。間違いありません。だから早くこちらに応援。なんで気づかなかったの？残念でした。おとなしく避難してればよかったもの。5人で6列だと30人必要になります。だけど人形は24人しかいないから6人不足していることになります。その6人を何とかしたらええねんな。6人をこう。矢部さん、ずれてますよ。ずれる？ずらす？どや？え、1234、本当だ。1列5人で1列、2列、3列、4列、5列、6列、あ、6列になってる。矢部さん、すごいやろ。これがわしの実力や。犯人に勝ったぞ。やった、矢部さん。矢部さんが初めて手を出した。自分でお結婚しろ。はい、矢部君、犯人の狙いが分かった。犯人の本当の狙いは美術館だ。君たちはただのおとりに過ぎない。おとり、いや、おとり、マジ演技上手、いいな。神経ガスを盗んだのはやっぱりあなたたちだったんだ。どうかしら。今さらとぼけないで。神経ガスがこの近くにあると分かれば退避勧告が出る。あなたたちの狙いは最初からそれだったんでしょう。ええ、そうよ。ええ、そうよ。でもまさか、でもまさか、あの銀行に足を引っ張られることになるとね。引っ張られることになると早く気づくべきだった。ヒントはあったのに。ヒント、ああ、ヒント、僕たちが特使に退避勧告をした時のことだ。それは我々に任せてください。ダートブーズが決定にも払わせれ。ちょっと待って、バレな。私
私のことはいいから、くれぐれもゲスト早く出口へ避難させてください。そういうわけにはいかないんです。さあ早く。どうし、現実は箱崎水門なアメリカだもん。それにインコを探してる時だって公園に鳥が逃げてきませんでしたかね。ミニっていう名前なんですけど。ミニね、インコにしちゃ可愛い名前だ。僕たちは一言も逃げた鳥がインコだとは言ってない。バカみたいな驚き方せんね。おそらくあなたはここにいる仲間たちと連絡を取り合いながら矢部さんのことをここから見張っていた。僕たちに気づかれないように。いえ。じゃあ恋人とか。これ大丈夫。これちょっと暑いな。はい。アミンプタバセパッドメタパッチャーケポッテパッド。動揺動揺動揺すごいってこれバカですね。ミミちゃん、おーい、電話がかかってきた時、あなたは私たちの前に姿を現さなかった。おそらくあなたは特使が日本語を喋れないのを利用して、まずは池袋スリットスリットビルの屋上に13時までに行け。タイムイズマネー。以上、ここまでの推理からして犯人は。思ったより優秀で、でもどうすならもっと早くに気づくべきだった。もうすぐ警官隊が来るはずだ。だからバカな真似はやめて、おとなしく投降してください。それはできない相談ね。それはできない相談ね。もう逃げらんないわよ。本物はここよ。本物はここ。おしゃべりの時間は終わり。おしゃべりの時間は終わり。目障りだからこの二人と目障りだからこの二人と消してて。奴らが神経ガスをばらまいても安全だよ。あいつらみすみす見逃すつもりですか。大丈夫だよ、もうすぐ応援が来るはず。問題は僕らのこの状況をどうやって外部に知らせるかだけど。人質に捕らえた。何してんだあいつら。矢部さん、桜木たちの情報から犯人が割れました。死亡者は南田レイナと名乗る特使の通訳です。インターポールからも指名手配されてる女です。ああ、なかなかごっつええものやろ。よっしゃ、任しとけ。わしがバッチリ締めたら。中にいる将軍。中にいる将軍。踊れが。やっと地声であんたと話せるわね。わしを敵に回せ。もう逃げられへんぞ。
おとなしい投稿生。1時間以内に逃走用の車を用意しなさい。出なければ神経ガスをばらまく。今度はブラフじゃないわ。もしもし、もしもし。くす、言いたいことは理由で聞いよった。やめて、あっち行ってよ。ブラフってない。あのポーカー用語でハッタリとかいう意味です。どうします？決まっとけろ。強行突入、これで全部わしの手がね。しかし桜木と桂を。あいつらかとお前刑事の端くれや。覚悟はできとるやろ。気にしてんのかい。二階級特進は悪い話じゃない。それが矢部健三だ。でも桂さんのお父さん総監が研修時代世話になったって言ってた場合。人命重視が第一や。別名ある前待機待機待機。銃を下ろせ。あ、すいません。何だあれ。電球切れかかってるぞ。はあ、ひょっとしてモールス信号。モールス信号、なんでそんなものか。本当だ、テンポの速いモールスだ。ベンティサイズかグランデサイズどっちにしようかな。昔アマチュアのテンポ速いですけど、何々、我々の安全は心配無用、直ちに突入されたし桜木。通じましたかね。祈るしかないね。それにしても君のお父さんのメモってなんでモールスの打ち方まで書いてあるの。そう、大は小を兼ねる。確かにね。でも氷が溶けたらめっちゃ美味しくないんだ。突撃。神経ガス漏れたらどないすんねん。行きとくろ。シーラウンド。うん、全員カズラ。桜木カズラ、梁潤さんを救出した。ご苦労様です。あきこさん。なんだお前ら元気そうじゃな。どこですか。どこですか。彼女は。彼女、ほら、あの通訳の女は。あ、いませんよ。え、掘りなしで。え、そんなのできないよ。だってこれ、ありがとうございます。おい、三千うまいこと言ったんかい。すごい、ほんとバカだね。あ、まあな、そもそもわしお前敵に回さんが間違いじゃ。私の敵じゃないわね。え？お前。そんなことある？何がこれに？何そんなことある？さてお前、仲間見捨てたな。計画のうち。あんたこそ巻き添えを恐れて車に隠れたんでしょうが。どうじゃ？わしはお前。お前の動きを呼んだだけじゃ。おい、覚悟してもらうか。散々今までいたずられた会、ここで返したら。果たしてできるかしら。ねえ、また煙の元かい。タイムイズマネー。てか何やねんそれ。言っとくけど本物よ。ブラフじゃないわ。邪魔をすれば道連れにする。それが嫌なら私を見逃しなさい。おい、何遍も同じ手が通用すると思うなよ。いいぞ。こ
この矢部健三はな、女子供だけよけるよ。なんで来れ三脚跳び突き合い最初から部下を捨て駒にせ。逃げるつもりやったな。ええ、その通りよ。悪い。何を笑うとんの。そういうあんたこそ笑ってんじゃん。え、何ね。泣いてるなお前な。タイムズマネーって何や。なにどういうことどういうことどういうことなんでなんでなんで笑ってるな動機を言え これが神経ガスの威力お世話様でした。これは確かに無力化されるわ。正気ガスって スパはいいんですけど、矢部さんも半日笑い続けてますけど大丈夫ですか？こんなもん寝たら治る治るしっかりしろ。治りましたね矢部さん。もう笑い続けて死ぬかと思いましたよ。ありがとうございます。秋葉のあの中途半端なツッコミとボケが上がってんな。矢部さ ん、 大村課長が呼んでます。なんやねんわしら、お前ショートコントの練習せんのあかんやろ。てか、なんて。いや、なんでも大掛かりな贈賄事件の強制捜査が内通者の密告によって失敗したそうです。途中から分かんないけども、そんなもん高城に任せたらええやねん。高城さんは失踪に捜索じゃないですか。始まったみたいな。頑張ってもらうと。おう、お前はわしらのショートコント喜んで。おう、やっぱり秋葉花子まずかったですかね。やめてうち行ってよ。うん、そういうね、そっちの正気ガスってことね。さあ第4話始まります。遅いよ。寝ます。先日うちの捜査二課が六葉建設に強制捜査に入った件は知ってるね。もちろんです。こちら捜査の指揮を取った七熊警部補だ。七熊です、よろしく。どうやら六葉建設は我々が強制捜査に入る直前に贈賄に関わる裏金の資料を全部処分してしまったようなんです。どういうことか分かるかね。何者かが事前に捜査情報を漏らしていたということです。犯人はおそらくこの警視庁内部にいる。え、何それ。身分隠してな。どうしたんこの髪はどうしたんこの髪それで今日も変装した。
してるの？変装してないよ、変装してない。なんか刑事でも証拠があるよ、ね、ありますよ、もちろんです。みんなね、むつば建設知ってるだろ。ずれてるよ。うちの捜査二課が強制捜査に入ります。国交省の役人にね、賄賂を配っているんじゃないかと。やばいよやばいよ。容疑課長、課長、喋りすぎ。このくらいはいいな。皆様、私今からまこちゃんに強制捜査に入りましょう。出た、課長の強制捜査。厳しいよ。何か心当たりか？いえ、全く。情報を漏らした人間を君たち公安部に突き止めてもらいたい。なんで私たちが？お恥ずかしい話、犯人は私たち捜査二課の中の人間という可能性もあります。全て内密に事を運びたいんです。なるほど。ではその二課の中からその犯人が見つかるんでしょうけども、その見つかった犯人というのは一体どうなるんでしょうか？刑務所に入ってもらう。その前に私が殺してやります。ねえ、ピチピチ。課長、えらいことになりましたね。わしらどうなるんですか？わしら、おいおいおい、一緒にしないでよ。笑って言ってるよ。君と喋ったのは君なんだから。課長が喋ったんじゃないですか。そうですね。疑いはこっちに行かないんですよ。よろしくお願いね。それじゃ、何のよ。あ、今行く。今行く。全然ないくらい。あ、それでは捜査の方ご一緒にお願いします。はい、はい、最低やなあいつ。犯人追及に完全と立ち上がった男、それが警部補矢部健三である。健三である。矢部さん。ああ、言い忘れたことがありました。なんすか？僕のような東大出身のエリートが警視庁という巨大組織を引っ張っています。このエリートの責任と苦悩は矢部さんのような残りの下々の方々には理解できないでしょう。頭脳を駆使する僕と違って矢部さんが使えるのは足のみ。アリストテレスも言っています。肉体によって人生に奉仕せよと。もうずっと池パラに出たよね。足をすり減らし血を這うような泥臭い操作で情報を集めることだけ。やめて。あっち行ってよ。ミイラになる。そういうことはないようにしてください。5倍です。以上。あ、すいません、ちょっとこいつが間に入ってちょっと聞こえなかったんですよ。すいません。あ、まあ、早く引っ張れ、ほら。はい、はい。そういうわけで、くれぐれも警察内部の人間には気づかれぬようことを進めてほしい。許せませんね。捜査情報を外に漏らすなんて。そうだ、そうだ、そうだ、やってみなさいよ。桜井さん、どうやら捜査情報を外部に漏らした人がいるみたいなんです。私たちも行きましょう。捜査、どうして？どうしてって、許せないじゃないですか、そんな人が刑事だなんて。どこへ？とりあえず二課の人に聞いてこようかと。ダメだよ、調べてることがバレたらまずいんだろ。あ、そっか。やべえ、やべ、健三はいるか？やべさんなら出てますけど、何でしょうか？領収書が改ざんされているよ。え？30円ずつ20枚、締めて600円の改ざんだ。本当だ、1が4になってる。今月に入って10回目だ。呼び戻し。そっか、僕たち庶務係にもできることがある。というより庶務係にしかできないことなんだけど、デスクワークの推理だよ。デスクワークの推理。やばい、めっちゃ匂い、肉の匂いがする。ここが問題のムツバ建設です。少し前まではここで何日間も投資が運んで人の出入りをチェックしたもんです。白の
それが今じゃ全部水が。あれ？え？あいつ何したの？どうしました？あ、いや、いや、どうした矢部君？部長、片桐が六葉警察の中に入っていたんですけど、どういうことですか？あ、それか、うん、派遣社員としてね、潜入することにしたみたい。何さしてるんですか？まあね、こっちはこっちでね、なるべく捜査がはかどらないようにするから。そっちはそっちでうまくやってよ。頼んだよ。リスクワークの推理。よいしょよいしょっと。何ですかそれ？ニカの捜査員が提出した経費の領収書。いや、じゃなくてインコ。ああ、ミミちゃん、特使からいただくことになってね。今飼ってんの。かわいい。あ、裏切った。あ、みーちゃんすぐ乗ったね。はい、あっちの庶務係に知り合いがいてさ、借りてきたんだ。領収書を読めば人の動きが読める。何月何日誰がどこへ行ったか、どこからどこへ移動したか、そうやって怪しい奴がいないかチェックするんだ。こんなにあるんですよ。大丈夫、半年もあれば全部チェックできるから。どんだけかけんですか。ケイジ君、ケイジ君やめてくださいよ。少しでも矢部さんの力になれないかなと思っていろいろ調べてみたんで、今回の六葉建設の贈賄事件、捜査二課は相当力が入ってる。はい、ああ、もうタイムズマネー。ちょっと肩もんね。肩立つってんの。捜査の指揮を取っているのがこの七熊五郎警部補。捜査二課のホープと言われている男。肩もんね。そして今回七熊さんと一緒に捜査に当たっていたのがこの鶴光一警部。以前地検特捜部を出し抜く大きな経済事件を挙げて一躍名前を挙げた男だ。この二人はいわば捜査二課のエリートチーム、ドリームチームかな。かっこいい。何か緊急事態で。いや、なんでもないです。あれ、え、あれ、うちの鶴ですよ。え、だ、うちの鶴ってそんな、いきなり変だな。え、あ、あの人の名前。子供の具合が悪いからってここ数日休みを取ってるはずなんです。何してんの、こんなとこで。変ですな。はい、もしもし鶴か、七熊だ。今どうしてるかなと思って。今病院に来てるんだ。息子の具合があんまり良くなくてな。こんな時に迷惑をかける。心配すんな。息子さんによろしく言ってくれ。ああ、すまんな。嘘ついたよ。ちょっと、あれ、どういうことですかね。いや、わかりません。どうして鶴か。私は鶴をよく知ってます。そんなことをする人間じゃありません。ほな、あれどうやって説明するんですか。いいですか、どんな人間でも金に転ぶときは転ぶんです。しかし矢部さん、七熊さん、そうですよ、あんたの辛い気持ちはよくわかるけど、あとはわしに任せてください。この矢部健三の命からは誰も逃れることはできない。そうか、情報漏洩は我々のせいじゃなかったのね。おそらく犯人は捜査二課の鶴警部。やつは病気の子供を抱えて近々手術やなんやらで大金が必要なみたいですね。かわいそうな話だけど、犯罪は犯罪、ここはやつとっ捕まえて白状させたら。証拠もないのにそれはまずいな。でも疑われてるってことに気づいたら向こうも何らかの手を打つし、ここは一つね、慎重に対処しなきゃいけませんよ。はい、よし、うちの全捜査員を動員してね、裏取らせましょう。矢部君、これね、うまくいったら刑務所行きどころか大手柄じゃないの。いい人や。はい、どうぞ。お玉です。メンテナンスにお伺いしました。
課長のお知り合いですか。やばいくんじゃないのかな。いや、私はあのこんな人会ったことないですね。お電話いただいたじゃないですか。誰やねんお前。やべちゃん、どうしたのそれで。あ、そう、どうしたのそれで。6180円。確かにこの鶴って人の領収書怪しいところあるよね。どこがですか。見てごらん、出張旅費精算書4月20日、那須塩原まで行ってその日のうちに帰ってきてるけど、ここで何をやったかの領収書がどこにもない。はい。4月10日も同じ、途中の領収書が見当たらない。一体何しに行ったんでしょう。俺も仲間に入ってやるよ。秋葉さん、七熊さんに矢部さん取られちゃって居場所がないんですね。かもしれない。達者でな。那須塩原ね。あ、宇都の温泉と龍華の滝、那須塩原平カントリークラブっていうゴルフ場があるわ。どうした。え、森田さん、平カントリークラブってゴルフ場知ってます。ああ、あの六葉建設が密かに役人たちを接待するのに使ってたとこだよ。え、どこですか。え、もしかしたら鶴さんはこんな感じで六葉建設の人と会ってたのかもしれないですね。ああ、何ラブレターもありがとう。ああ、はい、どうぞ。はい、はい、はい、課長、課長、なんだ課長、片桐さんからお電話です。片桐君、ちょっと待って、はい、お、まあ、いて、はい、片桐君なんだな、はい、よしよし、お前な、転送すりゃいいんだ、転送。はい、もしもし、あ、片桐君が、どうだ、うまくいってるか。それが、経理部に潜入して、金の流れを探るつもりが、たまたま社長と廊下でぶつかってしまって社長を一緒にさせられてしまったんです。申し訳ありません君。どうぞ。 ありがとう、ありがとう。それで私が社長を主張しながら部屋にマイクを仕掛けてますと、社長、門倉という社員が来まして。うん、やばいやばい。社長、あの刑事ですが、捜査情報をリークした見返りに5000万残せた。5000万だと。そんなの出せるわけないだろ。そんなの出せるわけないだろ。ですよね。ですよね。で、払えなければ全てを明るみに出すと。そんなバカな、そんなバカな。ですよね。ですよね。すごい。さすがベテラン潜入捜査員だ。で、誰のことなんだ。あ、そのあの刑事というのは。わがらねです。しばしお待ちを。君、さっきから誰と喋っているんだ。今の何べ。申し訳ありません。仕事中、つい使用の長電話を、うん、以後、気をつけます。課長、4月10日と20日、鶴はこのゴルフ場に来ています。それと同じ日に門倉も。門倉と鶴がつながってんのは間違いない。やりましたね。あとは何としても門倉の証言取りましょう。よし、至急門倉の身柄を確保だ。はい、はい、行け、働けよお前ら。やりましょう。
金なら必ず約束の日までに用意する。こっちに向かってるだって。長尾さん、こんなとこおったんすか。ちょっと休みませんか。は？いや、わしらここのとこずっと働きづくでしたろ。この前だろ、体持てへん。内通者が見つかったら、次は奴らが隠した証拠資料を見つけ出します。必ず。その時は山さん、また協力してもらえますね。はい。はい。矢部さんと出会えて本当に良かった。はい、私もかな。私はどうなるんでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫だな。長くなちょっとすいません。えちょっとめまいが。ここのところ寝てないもんですから。休みましょうって。あの伊豆にプライベートガゼモのある、温泉があるんですよ。そこ行きましょう。いや、私のマンションがあります。そこに行きましょう。伊豆に行きますか。いや、マンション。あ、もしもし。何？門倉が？はい、我々を巻いて裏口から。カモーン！何やってんだー！いやー、物の少ないシンプルで部屋でんな。すいません。なんかビールとかあります？え？いや、日本酒ならありますけど、いや、しかし仕事中ですから。何を言ってもねや。こういう時は飲んで、いっぺん寝て、でゴーン来て仕事行く。これが一流の経緯ですよ。はぁ、あ、厚勘でお願いできますか。厚勘ですね。すいません、わがままばかり言うて。七熊さん、漫画とかあります？漫画、いや雑誌ならありますけどね。あの二人何やってんだ。クソ、こうなったら仕事サボってること課長に報告してやる。びっくりさせたってぴー。ハードディスクに保存だな。びっくりさせたってぴー。あ、来た。びっくりした。フロアが5000人になってる。これ炎上してんじゃねえ。はい、あ、すいません。さあさあ、構わんといてくださいね。いえいえ。さあ行きましょう。ああ、いただきます。あ、どうぞ。もう結構です。結構です。すいません。いただきます。じゃないの。あ、つけそうさ。お酒もったいないな、これ。じゃないの、これ。ああ、でもうまいさ。ああ、そうですか。しかし、腹も減ってきましたね。あ、なんかありますか。一人暮らしなんで何も。寿司でも取りましょうか。よろしいな。お願いします。あの巻物抜いててくださいね。ああ、そうですか。すごい、マッサージングチェアで、マッサージングチェア、そんなの。マッサージチェアか。マッサージチェア。え、いいな、それ。どうも、出前、お待たせしました。二人で寿司だと？許せない。ありがとうございます。
めて、あっち行ってよ。秋葉さん、矢部さんどこに向かってます？知ってますよ。じゃあ伝えてください。カテゴリーが死にました。ビルから落ちて、大スキュー。失礼します。鶴は早急に金を必要としてます。たとえ門倉が死んでも近いうちに必ず金の受け渡しがあるはずです。そこを抑えるんです。ちょっと待ってください。24時間鶴さんあるんですよ。他に方法がありますか？いや、でも大丈夫、もう睡眠は十分です。七熊さん、矢部さん、行ったことだ。矢部さん、何やってるんですか？おい、調子のが6月10日以降もライブありますか？ありますよ。一応あの6月10日のライブが心臓が悪くて、あのレギュラーライブって言って月一のライブなんですよ。で月一のライブを一応やってるんですけど、で、ま、今回6月10日が、ね、ちょっと久しぶりにはなるんですけど、あのライブツアーをねしてて、そこからの久しぶりのライブなので、本当にそうなんですかね。また7月もねやる予定は入っております。で今んとこあの8月にファンミをしようかなと思ってるので、よしよしよし、そんな感じで今やってはいるんですけど、疲れたかもしれません。私は顔を知られています。あとはあなただけで追ってください。どうすか？私は離れて矢部さんの後から追いかけますから。いいですね。もしもし、あ、七熊さん、鶴は、あ、なんか立ってます。植え込みの横です。何やってんですか？尾行です。とにかく絶対見失わないでください。オッケー。ああ、あのタクシーを押してください。
七子さん、どうしました？なんかね、中から銃声みたいな音が。え、なんですって？矢部さん、すぐに中を調べてください。了解。ちょっと、あんた来るの待ちますわ。そんなこと言ってる場合ですか？急いで。はい。いや、怪しいけどな、この人。矢部さん、矢部さん。もしもし。何ビビってるんですか、早く。何言うてんねん、今行こうとしてたとこや。鶴さん、鶴さんいますか？鶴さん。さんが中に入った時、中には鶴以外誰もいなかったそうです。そして鶴のそばには拳銃が。となると自殺で間違いありませんね。おそらく一発目はためらったために壁を見てしまった。で、二発目で自分を撃った。ライブの時に SF って言ってたところのミニミクションを持って行きますよ。懐かしい。待って、どのミクション？逃げ切れないと分かる。あれじゃない、自殺を。総選挙のやつじゃなくて。私のせいです。私が彼を追い詰めてしまった。とりあえず我々の力で事件は解決しました。そうか、こういう場合でも警視総監賞ってのは出るんですよね。でか、私はこれから記者会見を開き、国民に謝罪せねばならん。気が重いですね。そうか、警視総監賞は。やめか。七熊さん。悪いのは七熊さんちゃいますぜ。あの鶴っち男の身から出た詐欺ですわ。いや、この人じゃない。どうです、ちょっといっぱい行くべんか。矢部さん、私もお供してもよろしいですか？なんでお前連れて行かなあかんねん、まっとしの。よいしょ。何触ったの？いや、また糸くずが。どうしよう。よいしょ。かわいそう。未だに鶴さんが犯人だなんて信じられません。それに息子さん残して自殺なんかするでしょうか？デカペディアにも書いてあるんです。守るべきものがある人間は自殺をしない。実は僕も気になって二課の庶務係の知り合いに聞いてみたんだ。そしたら鶴さん、息子さんの手術代こっそり積み立てたらしいんだよね。え？手術さえうまくいけば息子と遠くまで遊びに行けるって楽しみにしてたらしいんだよね。じゃあなんで情報のリークなんか。あの二人絶対に許さない。はいはい、おごらないおごらない。片桐先輩、お疲れ様です。はい、お疲れさん。なんか七熊さんに矢部さん取られておごってるみたいよ。でも僕はね、あの二人が仕事をサボっている決定的瞬間を写真に撮っておいたんです。七熊って書いてある、あいつのマンションですよ。どこがマンションだっつんだ。これバッチリ撮れてるでしょ。ちゃんと時間通りなんですよ。これ仕事中だってのに寿司を食べようとしてるんですよ、あいつは。はい、もう以上。サボってるでしょ、これ。秋葉さん、他にやることないんですか？それとね、僕はこのマイクを矢部さんにこっそり仕掛けておいたんだ。って
気がついてる。え、七熊さん、矢部さん、いとこずが。これを聞いてもらえば、矢部さんがいかにダメな刑事かってことが一目瞭然なんだよ。私は今回つくづく思いました。矢部さんともっと早く出会いたかった。矢部さんのように優秀で人の気持ちの分かる刑事は今の警視庁にはいません。いや、そこまで言われると照れますけどね。でしょう。もしかしたら全部逆だったのかもしれないよ。僕たちは鏡の中を見せられていたに過ぎないのかも。自分が優秀なだけに、でけんかった時になんででけんねんと思ってしまうんですね。そうそうそう、できない人の気持ちが分かんない。失礼します。失礼します。何やお前ら、お前、おい秋葉、お前来んな言うたやろお前は。まあ悲しい。ひどい。本当の犯人が分かったんです。捜査情報をリークし、門倉さんと鶴さんを殺した犯人が誰か。何やと。おいおい、何を言い出すんだ今さら。この配置といろいろ勝手が悪いので席替えします。あ、え、はい、お箸とグラスを持って席替えます。何これ見てください。鶴さんが処分係に出した交通費の領収書です。4月20日。あ、これは鶴が那須のゴルフ場に行った時のもんだろう。六葉建設が秘密の接待でよく使ってるとこだ。でもその3日前にあなたも同じ交通費の領収書を出していますよね。他にもあります。鶴さんの行ったところを見ると、その少し前に必ずあなたも言っているんです。それが何か。つまりあなたが鶴さんを追いかけていたんじゃなくて、鶴さんがあなたを追いかけていたんじゃないでしょうか。それを知ったあなたは矢部さんを利用して、ほらね、お互いの目が行くように仕向けた。翔平さん、ちょありがとう。お父さんね、ありがとう。よーし、でもここで予定外のことが起こった。私が社長と門倉さんの話を聞いてしまったんだ。もし門倉さんが警察に呼ばれ取り調べを受ければ、内通者は鶴さんではなくあなただと白状してしまう恐れがあった。だからあなたはとっさに門倉さんを呼び出し殺した。以上、僭越ではありますが、デスクワークの推理により犯人は門倉だ。おい、あの生のショーの方は。あ、私です。お客さん、あんまり大きな声で話すと他の人の迷惑になるから。何がこれ、お前何が笑っとんじゃない。どこまで行きましたっけ。犯人はあなただってところ。もうええやろ、迷惑かいて言うてねえから。私には門倉を殺すことなど不可能です。ずっと矢部さんと一緒にいたし、大地、あんた私の部屋の前で見張ってたじゃないか。は、うん、七熊さんはお一人暮らしですか。ええ。じゃあお家に醤油とかソースとかみりんとか置いてあります。いや、家で料理はしないんでね。これを見てください。秋葉さんが取ったものです。刑事君、片付けて。早く早く。何しとんねんお前。すいません。これが何か。私が一歩も外に出ていないという証拠に過ぎないじゃないか。警察が門倉さんのところに向かっていると気づいたあなたは。うちの人間がそっちに向かってる。
こっちに向かってるだって。新宿のアスカホテルの屋上に来い。うまいこと自分のマンションに矢部さんを連れて行き、睡眠薬の入った飲み物を飲ませて、矢部さんを眠らせた。あなたは矢部さんが眠っている間に門倉さんを殺しに行くつもりだった。だけどその時外には秋葉さんがいた。だからとっさにあなたは寿司の出前を取ることを思いついた。どう？ありがとうございます。寿司の出前を受け取ると腰をかがめて身を隠した。そうすると秋葉さんからは自分の姿が見えない。寿司が残っていると怪しまれると思ったあなたはその時醤油もつかずに無理やり寿司を頬張った。そしてあなたは秋葉さんから見えないように外に出て、新宿のアスカホテルの屋上で門倉さんを殺害した。死ねえ。再び秋葉さんから見えないように戻ってきて部屋の前に隠れていた。そして門倉さんの遺体が見つかり、その連絡を受けた秋葉さんは矢部さんを起こしに行く。その隙にあなたはドアを開け部屋に入り、食べきれなかった寿司を平らげて、そこまでちゃんとなんとなくアリバイ工作をし、あたかもずっと眠っていたふりをした。失礼します。証拠写真だ。こいつら許せない。推測でしょ。だったらこの醤油はどう説明するんですか。私は寿司に醤油などつけない。せっかくの魚の味を醤油の味で消してしまうのは通の食べ方とは言えないからね。大事なこと忘れとるの。七熊さんはどうやって鶴さん殺せるっちゅうの。実はあなたはあの時中から矢部さんに電話をかけていたんじゃないですか。おそらく鶴さんを電話であそこに呼び出したのはあなただったんです。パチンコ屋の廃墟に来てくれ。話がある。約束の時間になり、鶴さんは入ってくる。先回りをしていたあなたは、消炎反応を残すためのものです。面白い。でも全部あなたたちの推測でしょ。推測でしょ。証拠ならここにあるんです。証拠ならここにあるんです。秋葉さんは矢部さんにこっそりマイクを取り付けていました。尾行中の七熊さんと矢部さんの会話がこれに全て録音されています。お前すいません。よく聞いてみてください。
あなたは一つだけ決定的なミスを犯しました。矢部さんがダメな刑事なばっかりに。なんだこら。ダメな刑事なばっかりに。なんかね、中から銃声みたいな音が。え、なんですって。矢部さん、すぐに中を調べてください。了解。ちょっとあんた来るの待ちますわ。そんなこと言ってる場合ですか。急いで。はい。矢部さん、矢部さん。もしもし。何ビビってるんですか。早く。何言ってんねん。今行こうとしてたとこや。どこかおかしいところが。矢部さんがなかなか入っていこうとしないから私が。ほら、その言葉が聞きたかったんです。そこにいなかったはずのあなたがどうして矢部さんがビビってること分かったんですか。わしビビってんぞ。黙れ。あなたはね、もう私もね、すぐ分かったよ。矢部さんが中に入ってくるのを待っていたんです。入ってきたらその隙に外に出ようとして、でも矢部さんがなかなか入ってこない。焦ったあなたはついミスを犯した。矢部さん、矢部さん。もしもし。何ビビってるんですか。早く。何言ってる。今行こうとするんだとこや。鶴さん、鶴さん、誰でもいいです。誰かいませんか。鶴さん、鶴さん。七熊さん。その通りだよ。ちょっと情報を漏らしただけで大金が手に入る。そんな誘惑に勝てる人間なんていないよね。あれだ。矢部さんがもっとちゃんとやってくれれば全部うまくいったのにな。なんで、なんでなの矢部さん。なんで銃声が聞こえたのにすぐに飛び込まなかったのかな。普通行くよね、刑事なら。あんたはね、刑事としてどっかずれてんだよ。うわぁ、ずれてるってよ。残念やったな、七熊。七熊、わしは最初からお前が怪しいと睨んどったよ。だって結局お前はわしの手のひらの上で踊るピエロやったっちゅうわけや。矢部さん、今の話本当に分かってますか。デカペディアは正しかったんです。守るべきものがある人間は自殺をしない。七熊さん、これから警視庁へご同行願いますか。じゃあここは公安部さん持ちということで。わかりました。あなたの領収書はもう二度と落ちないでしょうから。どうもすみません。おいおい、すいません。お前、七熊のことを嫉妬するの。いや、それはわしのこと好きなんだ。大好きです。人間として矢部さんの生き方に憧れてます。矢部さんのように人に苦労を押し付けて生きていきたいです。ありがとうございます。まあ、しかしな、今回はお前の嫉妬のおかげで事件が解決したようなもんやさかいな。何しとんの。あ、もうちょっと、何、マイク、こうマイクないやねん。あそこマイクを。何お前、気持ち悪いな。いやいや、ちょっと、あの、
間に隙間に隙間今なんかあるかお前地下に入っとんのにお前地下に入ってます隙間手と手の隙間かお前はダメよお前は大好きなんです大好きなんです今日は徳島県でシティボーチートの7周年ツアーがいますよそうなんですねウルトラマン行くんですかそうなんやなんでもカルト教団による警視総監暗殺計画の情報が入ってきたとかそのもん SP に任せたらええやろ警護ではなくて代理でどこぞの村に行くとか代理で行くんかはい村か最近温泉も行ってんじゃん行こうか行きましょうエピソード5始まりました。これ終わったら終わろうかな。それでは皆さんおつぶりください。髪の毛乾かしてきていい？皆さん、世の中には悪い人たちがいっぱいいます。お分けください。この悪い人たちは皆罰を受けなければなりません。全ての悪い人たちに罰を。いいよ。矢部君、今日君に来てもらったのは他でもない。しばらくの間、君に私の代理を務めてもらいたい。自分が総監の代理ですか？わけあって総監はしばらく公の場に出ることができなくなってしまったのです。君なら立派に私の代わりを務めてくれると信じている。もちろんです。自分ほど総監の代理にふさわしい人間はこの警視庁どこ探してもやってますよ。ただし一つだけ注意してほしいことがある。そう、大したことじゃないんだ。まあ君を殺そうと誰かが襲ってくるかもしれない。つい先日、警視総監の暗殺を企てようとしている者がいるとの密告があったのです。密告者は我々に会って話がしたいと時間と場所を指定してきた。だが我々がその場所に駆けつけた時、密告者は死体となって発見された。口封じのために何者かに殺害された可能性が高い。総監を暗殺しようとしている人間がいるということは間違いないということです。警視庁トップの暗殺、それは国家の威信をも揺るがす重大なテロである。つまり私に総監の身代わりになれという。いい、人息の悪いこと言うのはやめたまえ。申し訳ございません。やめく、失礼で。総監はね、泣く泣くこの作戦に同意なさってくださったんだ。君のようなね、優秀な刑事ならば襲ってくる相手を逆に捕まえることができるよね。我々もね、この暗殺者の正体を一刻も早く暴くよう努力する。マドロ、辛抱だ。辛抱って言うてますやん。結局辛抱せなあかんような仕事なんだ。頼んだよ、矢部君。くれぐれも我々警察に恥をかかせないようにね。自らの身を危険にさらし、暗殺計画に完全と立ち向かう。ちょっとうるさいよ。それが警部補、矢部健三だ。Oh, my God.
って弁護士だったんですよね。儲かるんですね。手広やっとったよ。お待ちしておりました。まだしたの。連絡しとった警視総監代理矢部健三。受かったかい。私は皆様受かったかい。使っております平田と申します。すいません、こちらでお乗りください。矢部様がご到着になりました。警視庁から来ました矢部健三です。秋葉です。あちらにどうぞ。本日は警視総監からたっての頼みで私が代理でやってまいりました。このことから分かりますように、私は警視総監とは一心同体であります。ここでは私のことを警視総監と思っていただいて結構です。健三君。せやから警視総監のことを健三君と呼ぶあんたは一体何様だ。やっぱり健三君だ。せやから私よ。ほら、天満橋中2年 F 組の健三君からラブレターもらった斉藤花江。花江ちゃん、これダッサ。しかも鳥が飛んでる。花江ちゃん懐かしいわね。最初全然わからなかった。健三君本当はすっごい天然パーマだもんね。今もテンパよ。これストッパー当ててるだけやもん。気まずい。これなんでここに。あ、私もね、健三君と同じ代理なの。私の会社の社長が小野寺先生にお世話になってて、私は来れなくなった社長の代理。本当なんですか。ええ、私は桑原コーポレーションの社長、桑原みどりの代理です。ちげえや。本当に健三君があなたにラブレターを。いやこと聞くな、お前。ありがとうございます。花ちゃん、積もる話は後で。わしは警視総監の代理務めなかった。偉くなったのね、健三君。中学の時から真面目だもんね。健三君が真面目。ありがとうございます。暴力は良くないね。そういう警察の体質が冤罪を生むんだね。あんた誰や。弁護士の下村です。以前小野寺先生の事務所で助手を務めた。弁護士の先生ということはお宅らも弁護士さん。さあ、お宅は。松田と言います。金融業やってますんで、親の際は遠慮なくおっしゃってください。投資ファンドをやってます、戸川です。あちらの先生、戸川です。だが
武藤彩香です。介護の会社をやってます。よろしく。ああ、皆さんセレブっちゅうわけでんな。わしと同じでんな。はっ、あ、なんで私たちミミちゃんだ。これが本来の仕事でしょ。おいお前ら、矢部の子の領収書また宛名が上になってるよ。あ、本当だ。あんなに言ったのに。今日中になんとかしろ。え、爆弾テロ、最近兵器、神経ガス、内部情報漏洩事件、チリチャーハッタになった。私はこの四大事件を解決しました。日本一。健三くんすごいのね。平田くん、はい、これで全員というのは本当？はい。小野寺先生を忍ぶ会なのに。私はそう受け止まっておりますが。ああ、手紙にあった忍ぶ会実行委員会から。会社からです。会社。私は派遣会社から今日の皆様のお世話をするように派遣されただけでして、詳しいことは何も知らないんです。実行委員会の方は後でいらっしゃると伺ってます。誰なのかしら。私は下村さんだと思ってます。違うわよ。まあ来ればわかるだろう。会は1時間後に始まる予定となっております。そちらに部屋割りがございます。ご確認ください。温泉もございますので、それまでごゆっくりおくつろぎください。温泉あるのかい。それは言わんかい。実行委員会様からお預かりしているメッセージがございます。うん、よっよっ。ひとときの間、煩わしい日常を忘れていただき、小野寺を忍び、その思い出話に花を咲かせていただくため、忍ぶ会の間は携帯電話をお預けください。仕事の電話がかかってくるのよ。私も困る。いや、わしかていつ呼ばれるかわからんからな。皆様お忙しい方ばかりだというのはよく存じております。しかし今日ばかりは小野寺のことだけを思ってほしい。だからお預かりしてくれと申しつかっております。矢部様、警視総監にもきっとご理解いただけると思います。まあわしぐらい優秀な刑事が出張らなあかん大事件だか、そうそう起こるもんやない。さっきの大事とくわ。たまにはいたろ。電話で中座されるのもいい気もしませんしね。そうね、小野寺先生のためなら。わかりました。数時間のことですから。いいけど。え、僕も。はよ、いいで。電波あるのに。もしもし。そちらはどうですか。何か問題は。問題なんかあるかいや。みんなな、わしにペコペコしてる。気分ええど。矢部さんが出した領収書なんですけど、宛名が上になってるんです。今日中にもらい直してもらわないと落ちないそうです。あおかお前、そんなものそっちでなんとかせんかいや。矢部。矢部。えい。それでは皆様の携帯電話をお預かりいたします。どうだった。警視総監気分を満喫してるみたいです。もういいんじゃないですかね。ああ、まずいよ。矢部さんに後から何言われるか分かんないから。あ、おい、矢部にもう一度もらい直してこいと言いに行くしかないだろ。でも警視総監は暗殺しようとする人間がそこに来るんですよね。危険すぎますよ。そうか、そうですよね。犯人が来るかもしれない。行きましょう。え実行委員会はまだなの。時間なのに誰も来ないじゃない。私に言われましても。皆様、本日はお集まりいただきありがとうございます。ね、故小野寺はじめは辣腕弁護士として数々の罪人を無罪にしてまいりました。今日お集まりの皆様も小野寺弁護士に協力したり、その力によって何かしらの罪を免れた方々です。下村さと子さん、あなたは小野寺弁護士の助手を経て、自ら弁護士となってからも死の意思を受け継ぎ、数々の罪人を強引な方法で無罪にしてまいりました。誰よ。武藤彩香様、あなたは自ら立ち上げた介護事業会社で老人たちを虐待し、その金銭を搾取しています。嘘よ。松田君雄様、あなたは裏で闇金業を営み、
数多くの人間を自殺に追い込んでいます。それはどうした？桑原みどり様。うちの社長だ。あなたはマルチ商法に数多くの人間を引き込み破産に追いやっています。そんな、うちの社長はそんな人じゃない。戸川啓司様、あなたは投資ファンドに出資させ、その金を運用せず搾取し、数多くの人間を破産に追い込んでいます。何言ってるんだ。平田淳二様。え？あなたは過去に自分の恋人を殺害し、それを小野寺弁護士の弁護によって事故に見せかけ罪を免れています。あらららら、違います。大尾秀樹さん。誰？あなたは慎吾さん。警察の長として警視総監ですよ。職務を全うせず今のような犯罪が横行する社会を作り出した責任があります。怒るで。しかしお前言いがかりを得とけろ。ここにいる者すべてにしよう。おい、わし関係ないぞ。僕も関係ないですよ。私は死刑執行人でございます。誰や。自ら犯した罪を悔やみながらメイドにお旅立ちください。冗談も大概にせよ。誰や。どこにおんねん。録音じゃないかしら。うちの社長も警視総監のこともまるでここにいるみたいに喋ったしね。絶対録音ですよ。そう思ってたもん。お前サイダースや。はい。いいって。しびれたって。しびれたって。はい、捜査官返して。どいてくんな。はい、どいて。早くどいて。捜査官あるか、ないか、ない、ない、あるか、どいてくんない。まったくもう、この度は、はい、くもう、この度は、はい、もうあたっちゃぶる、ダメです。ないぞ、もう通り、あたっちゃぶる、ダメです。ないぞ、もう通ります。はい、ない、ここか、ない、こんながないか、ここない、ない、こんながないか、ない、見つけた。見つけた。山さん、ありました。3時に音、3時に音が出るようにタイマーがセットしてあったみたいです。うちの家の方、この近くに住んでらっしゃる方も多分そうなんかもしれないけど、なんかなんかね、急に電波悪くなるんよ。もうちょっとよくわかんないんですよね。なんでだろう。なんかね、矢部健三見よったじゃん。矢部健三もね、急に止まって、全部止まったんよね。で、なんか、Wi-Fi をさ、使いすぎとったらさ、いろんな、あの、機種で。いろんなさ、やつでさ、使いすぎとったらさ、動かんくなるってなるじゃん。じゃけん、このサブキー、サブキー SIM 入ってないから、Wi-Fi ないと動かないんだけど、サブキーと、あと、パソコンだけつなげとったんよ、Wi-Fi。そう。でも、止まったけん、それではないなって思いながら。でも、ほんまによくあるよね、なんか。しかもね、ちょうどこの土曜日がよくあるよね。なんでなの？わかりません。じいちゃんハートありがとう。まあそんなハプニングもあったということで、配信終わりたいと思います。意味わからん。意味わからん終わり方。濡れた。キュッピーさん、ハートありがとう。勝手にフリーワイファイ接続されて、あ、いや、それはないんよね。ちゃんと、つながってるんだけど、この家のやつで。インターネット共有、サキ。俺にサキという方がいる。若坂大島さん、はったったった、ありがとうございます。サラさん。ありがとう。明日はね、お出かけするの。明日お出かけするんだ。
あ、そう、受験ね、朝配信ちょっと5時からにしようかなと思ってます。あ、5時は早すぎか、5時半、5時半から配信しようかなと思ってますので、よろしくお願いします。あでっけー、あでかけ、あでかけ、ふりかけー、1時間早めの。ん、誰とお出かけ？ね、誰でしょうね。あ、でもみんなが知らない人ごめん、みんな、あー、1回2回ぐらいみんなの前にも現れたことがあるんだけど、いや、あの、本当にそういう感じじゃない、あの、そういう人じゃない、そういう、あの、メンバーとかじゃない、メンバーとかじゃない、うん、普通の友達あ、みんなが知らない普通の友達2回ぐらいでも、あの、ライブのお手伝いしてくれた。ここです。そう、小学校からのお友達、お友達、友。ノリの星座のお友達かな。あ、そうそうそう、その子。受付に、あ、いや、受付にはいなかった。あの、なんかライブの袖によってなんか出し入れとかしてくれてた。プルプルトクさん、ラブレジャー、ありがとうございます。写真も撮りたいな。そう、近くにさ、その子がおらんけんね、おったらさ、もっといろんなとこ一緒に遊びに行ったりとかしたいんだけど、みんな、私の大体の友達はもう神戸にいるんで、なかなか会うことができなくて。高校はこっちだったけど、高校の友達はいないのでサビキータなんだよ。友達いないから、貯金。今日なんかメイク、コンシーラーだけで。ベタベタ。この皮脂がすごい。俺、油すごい。油ぎっしゅ。シャリグビガサハート、ありがとう。ラバギチ、シャリグビガサハート、ありがとう。ございます。俺ぼっち、俺ぼっち悲しいけど、まあでも一人は一人でね、楽しめることはたくさんあるんですけどね。一人は一人だからこその、このやっぱ一人でさ、そのね、映画館とかも行くけど、もうまたその一人だからこそ面白い部分もあるし、ユニバもね、一人で行くけどさ、もうユニバはまあまあ、そのもう自分の回りたいように回れるっていうところが一人の加点ポイントではありますよね。やっぱ自由に回れるじゃん。しかもシングルライダーじゃけん、普通に並ぶより早い。大阪のひろしだよん。私さん入って逃げた。でもやっぱりその一人でユニバとか行った時とかは、
すごいこうまあ周りを見たらね、家族とかカップルとかお友達で来てる子とかね、大々そうなんで、こうああいいなとか思いますけどああいいなと思うけど、まあね、一人は一人でみたいな感じですよね。まあとか写真とかも撮りたいけど、なかなか私ちょっとちょっとなんか写真撮ってくださいとか言えるタイプじゃないのでちょっと全然言えないタイプなんで、言いたいんですけどね。なんか誰かとその遊びに来た時とかにもさ、こう観光客の方とかにさ、こう写真撮ってもらってもいいですかって言ったりする方とかいるじゃん。もうねすごいなって本当に思う。あもう絶対話しかけられないもん。写真撮ってください。え無理え無理無理ちょっと陰キャやっぱり陰キャ発動するもん、その時も、ね、いいかなみたいな写真撮らなくていいかもみたいな感じになっちゃう。なんかさ、すごいやっぱりインスタとか見たらさ、なんか映えな写真とかあるじゃん。そういうなんかユニバとかでさ撮る映えな写真みたいな、ああいうのとか、私も撮ってみたいとか思うけどそう無理そう、私はねこういうタイプなんですよ実は。結構ねビビリチキン野郎なんでそうよく言われる、コミュ力高そうって。まあ、なんかもう話してしまえばコミュ力は高いんよ。コミュ力高いって話しちゃえば全然話すんだけど、話すまでが長いんよ。そうね、なんか話しかけてくれたりとかしたら全然話せるんだけど、緊張しちゃって。てかほんまに、だって初対面とかほんまに静かよ私、無言みたいな。ガチの初対面ね、なんか見かけたことあるとかそういう感じだと喋ったりするんだけど、私からてかなんか、そう、なんか最初にいっちゃん最初の頃ね、私が STU 辞めてからのダンスのレッスン受けるとき、初めてレッスン受けるときとか本当に緊張したもん。なんかもうね緊張したよ初めましてって感じだって、うん、まあすごいね可愛い子ちゃんたちが、言い方キモいね、可愛い子ちゃんたちがいっぱいいて、でもなんかなんか喋っていいのかもわからんし、でも喋らんかったけど、最初はマジ喋らんかったけど、だんだんねそのもう顔もわかるぐらいになってきたし、そのジャムとかにも出とるけんさ、私のことを覚えてくれてる子とかいるんよね。じゃけんそういうので、まあもう今は結構慣れてきましたけど、ゆうなちゃんって言われるねえ、みやなちゃんって言われるの結構やばくない？いつぶりって感じなんだけど、小学校の頃ぶりなんだけど、みやなちゃんって言われるの。今手持ちで配信だよ、手持ちで私の本携帯でやってます。初めての話し会めっちゃ話しかけてたイメージなんだけどって。あ、私からね。いや、お話し会は違うじゃん、私からいや、うん、それはね、それはまた別よね。そりゃさ、そのそれはこうお金払ってまで来てくれてるわけじゃん、握手会とか話し会っていうのはさ。じゃけん
その分楽しんでもらわなきゃいけない。でそれで私が喋らんかったらさ、まあそれもそれであるのかもしれないけど、そういうタイプの子とかっていうのはいるかもしれないけど、私はもちろん話しかけるし、の私のことも知ってほしいし、もちろんそっちのファンの方のことも知りたいしね、話すよ、そりゃ話す。でもやっぱり話し会の方がいいね。間違えた、握手会の方がいい。話し会よりやっぱりね、この画面オンラインとかね、こう画面上で話すよりやっぱり会ってちゃんと目を見て話すことの方がその気持ちも伝わるし、本当になんかいいよね。ちょっとなんて言ってんか分からんけど、やっぱいいなと思う。トシさんハートありがとうございます。あ、こんにちは。みゅなし。おぬるとやっぷやっぷご。今日よ。さらんへよ。ねえ、감사합니다。こっち。あ、そう。ちょっとなんて言うっけ、韓国が、かっけよ。そうだったっけ。行きます。鹿児島よ。今日絶対今日ビジュアルいいんだけど、嬉しい。ラーメン入ってるからかな、いっぱい。超ラーメン入ってる。ねえ、なんかビジュアルいい時とビジュアルいいっていうか、なんかあるよね、その今日はビジュアルいいなみたいな、あるくない？いや、あるある、めっちゃあるよ。よき、寝起きとか、いつもいいですけど、まあそれはそうですけど。あ、そうそう、化粧のりがいい時となんかまあまあの時とかダメな時とあります。今日はまあいい方。一歩進んで前ならえ。寝落ちで目が開かない時も可愛いよ、でしょ？そうだよ。朝起きて、その朝起きた隣見たら私こんなん。ちょっと待って、見ようかな、やばい。ちびちゃんとさハートありがとう。ふいさんもハートありがとうね。ありがとう。シャイニングフィンガー、ゴッドフィンガー、 G ガンダム。ゆなちゃん起きてすぐでも可愛いと思います。知らないじゃないか。
ってるか。私の寝起きの顔みんな知ってるもんね、もうね。ゆうちゃんは紙ストロー気にならない派？いや、気にしてももう仕方なくないって思ってます。それはそのやっぱりそれはね、あの紙ストロー嫌だなとは思いますけど、でも別に嫌だなって思ったところでストロー変わるわけでもないし、じゃけんまあしょうがないよなって思ってます。シャーニーピンクは使えますか？あ、私ちょっと使えないよ。お兄ちゃんは使える。でもいったん座ってもらっていいですか。9割寝起きじゃないか。やかましい、うるさい。悪いか寝起きで。それほどみんなのことを家族みたいに思ってるってことです。ごめんなさい。気が緩んじゃった、ごめん。ダメだよね。まあ何時？実はさ、あ、行かなきゃ。行かなきゃでもないんですけどね、別に。行かなきゃでもないけどね。次はレッスンでございます。こんにちは、こんにちは。視聴者お兄ちゃんですか？いや、お兄ちゃんではない、絶対。どこもだ、ありがとう。あくびも隠さない。え、隠す時もあるけど隠さない時もあるよね。なんか、もしこのさ、首のさシワほんまに嫌なよね。どうにかして消したいんだけど、これ消えないんだって。この首のシワってついたらもう消えないんだって。なんか年の割にさ、マジで首のシワあるけん本当に嫌なんよね。見えんかないいいけど、でもこれも門脇だと思って生きるしかない。ダークネスフィンガー、あー、それはね、お母さんが使える。そうなんよ、首のシワは年齢出るって言うじゃん。そう、でも一応まだ21歳なんだけど。21歳ってこれなの？そう、でもよくさ、そのやっぱこうやってしちゃうけんなんだろうけど、こうやってそれが悪いんだろうけど、まあいいや、諦めた。もうでもなんか一時期ほんまにやばいと思ってさ、なんかこうやってなんかちょっとこう伸ばしながら、伸ばしてこう、こうは絶対なんかこうしたら絶対こうなるけん、それもならないようにこうもねしてたんだけど、もういいやってなった。もうだってついとった、その時にはもうちょっとついとったっけな、もういいやって思った。諦め。はい、それではね、皆さん今日の私の配信終わっちゃうよ。いい？おいしいおいしい、ステーキも食べたことだし、今日も頑張れる。もうあったかくなってきたけんさ、小林が飛んどるんよ、ほんまに嫌や。前ね、なんかその自分の家の、まあ、マンションまああるじゃん。でさ、
下にそのゴミを入れるところがあるんだけど、ゴミを入れるまあね、あるじゃん。でその日ちょうどなんか生ゴミじゃなかったんかな、生ゴミじゃなくてプラスチックの日の、まあ、分別があるんだけど、プラスチックの日だったの、その日ね、ある日のその日はそうプラスチックの日で、でまあプラスチックを置いてるわけじゃん、プラスチックだけをみんな皆様方置いてあるんだけど、なんか多分誰かなんか生ゴミも一緒に入れてて、なんか分別もせず出しちゃった人がおって、でそれで、まあ、生ゴミもちゃんと入っとったけん、なんか、まあ、避けられとってん、それでちゃんと分別してくださいみたいな張り紙が書かれとって、あ書かれとるわって思ったんだけど、思ってたのね、その時は。でそしたらで次帰ってくる時とかにすっごい小映え飛んでて、もう当たり前のように、そりゃだって生ゴミ入っとったらさ、しかもあったかかったけん、その時もうすごい小映え飛んでるわけで、うち階段なんだけど、もうなんか階段降りる時にめっちゃ小映え飛んでるのが本当に嫌すぎて、もうやめてって思うね、分別してお願いって思いながら本当に嫌だったんだけど、あれそうめっちゃ飛んどった小映え、そう思うないよね、これからの時期本当にさ、やばい、やばくなるじゃん。でうち一回マジ失敗したことがあって、前にも多分話したかもしんないんだけど、なんかいや本当に私小映え嫌なのね、いやまあそれは皆さん嫌だと思うんですけど、でやけんめっちゃ小映え方法も置くわけで、なんだったっけな、なんかなんでだったっけな、あそう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 、お風呂場あるじゃん。でお風呂場がさ、すごいまあ蒸気がお風呂上がった時とかさ、すごい蒸気あるじゃん、蒸気というかなんかなんかモンモンモンってするやん、あれも外に出そうと思って、私のお風呂場窓があるんだけど、窓を開けてお風呂出てたのね、お風呂出てたら、でお母さんが朝お風呂入っていくんよ。でそうお母さんがねお風呂入っていくけん朝で、その時とかにお風呂場の窓を閉めてやってっていう話を一回やったの、それを一回やったので、そしたら窓閉め忘れとって、でしかもお風呂場のドアあるじゃん、ドアも全開なのね。でなんかすっごいなんかブンブン言うなと思って、家帰った瞬間にブンブンみたいな、耳元でブンって言うんよ。何と思って、そしたらめっちゃでっかいハエが入っとって、もうほんまに嫌だったのね、もうそれが。でも自分の部屋とかにもめっちゃハエおって、でもハエは一匹だったんだけど、でめっちゃ本当に嫌すぎて、でお風呂場をバッて見たらさ、すごいなんかようわからん虫も入っとるし、でクモも入っとるし、うわ最悪やらかしたってなってそう、もちろん小林もおるけどね、まあ、でも小林はまだ小林ホイホイがあるけん、ちょっとまあちょっと増えとったんだけど、小林ホイホイに止まってる灰がそうほんまにもうブン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 身元でめっちゃ言うの本当に嫌と思って、そうそれが一回あって、あもうそれはやめて、やめました。はい、やっぱ虫ちょっと嫌よね。うん、別にそんななんか抵抗はないけど、まだ蜘蛛はあるけど、あでも蜘蛛とハエかな嫌なの。小林も嫌だし。浴室の窓に網戸ないんよ。そうないないない。もうみんないらっしゃいって感じで来るんですよ。で一回ね、その友達のお話なんだけど、なんか友達がなんか外にゴミ箱みたいなのがあって、ゴミ箱なんて言うんだろう、ちょっと忘れちゃったんだけど、なんか生ゴミをね、なんか
間違えて置いちゃったみたいな、なんかそんな感じだったよね。そしたらなんかすごいウジ虫湧いとってみたいな、本当に最悪だったって言ってた。それはマジキモいねみたいな話をした。しかもめっちゃ虫嫌いな子なの。本当に泣きそうだったって言ってた。トモカズちゃん、トモカズ48すごいね。そのグループに私入れますか。ちりちゃんありがとう。トマミンさん初見こんにちは、ありがとうございます。はい、まあそんなこんなで暖かくなってくるのでそう暖かくなってくるので皆さんね、まあそういうちょっと生ゴミとかはマジでちょっと気をつけてください。マジですぐ虫湧くんで気をつけてくださいね。し梅雨の時期入ってくるんで、梅雨入りが6月のなんか最初か中旬かぐらいらしいので、沖縄はねもう梅雨入りしてると思うんですけど、そうなんでまた梅雨入ってきたら蚊がわんさかわんさかなると思うのではい、ちょっとまあ気をつけてください。私本当に蚊に刺されたくないんですけど、でもユニバとか行きたいけどめっちゃ怖くて本当に嫌はいはい、まあねちょっとそういうのも気をつけながらしてね、あの本当に今梅雨の時期とか本当さ雨降ったりして急に寒くなったりするし、体調管理はねしっかりしつつとかいう、私の方が体調管理で出てきてないと思うんですけど、はい、まあ、風邪になってしまったらなってしまったでしょうがないので、風邪になった時はもうゆっくりと休んでっていう感じで、はい、お互い頑張りましょう。で6月はね10日にライブもあるので、それまでは絶対に風邪をひかないぞっていう、このあのあれです、やっぱ病は気からっていうのでね、はい、強い気持ちを持って生きていきたいと思います。のひるさんありがとう。蚊取り線香たこうかな。え、なんかさ蚊取り線香ってその部屋の中で炊いていいん、これ。なんかさああいうのとかしてさ、なんかあの縁側とかに置くイメージあるけど、なんか鉄さん風邪ひき中、大丈夫、ゆっくり休んでね、うん、たくさん休んで、願わくば看病しに行きたいけど、もちろん私のおかゆ、私おかゆ作ってあげる、おかゆという名のパエリア作ってあげる私おかゆ作ろうと思ったらパエリアできたけんねあれマジあれやばかったわ。パエリア、パエリア、部屋の中で炊くもんじゃないの。あ、部屋の中で炊いていいの。あ、そうだそうだ、電気タイプ、そうだ電気タイプでいいよ。私この前回電気タイプ使ったわ。そういや、それでもよければ、その言葉だけでも嬉しい。頑張れ、気を強く持って。いやでも風に伏せてる時はもう身を任せちゃって。私だってこの間その二日酔いでもう3時間ぐらい吐きっぱなしだったんだけど、その時もうね、なんかもうどうにでもなれってなってた。もうなんかどうでもいいみたいな、もう体に任せるみたいな。その吐きたくないとか、もちろん吐きたくないよ、その気持ちはめっちゃ吐きたくないけど、でももう吐きたくないっていうその思考はもう吹っ飛んどった。もうどうにでもなれみたいな、もう好きにして、体の好きにしてみたいな、もう吐きたいんだったらもう吐くけん、もう私はみたいな感じだった。
直もうね、そういう時はもう体に任せるんだよ、もうってね、だって吐いてるっていうことは、そのまあよくね、そのしたよくしたいけん直したいけん、その正常に直したいけん吐いてるわけじゃけん、 だからもうあのもう従うよって感じで、うん、従うってなってたやばかった、マジやばかったなんか途中なんかしじみのお味噌汁飲んだけど、話したこれ、そう、もうしじみのお味噌汁飲んで、そしたらしじみのお味噌汁の味ずっとしてたマジ、ご飯食べてないよねみんな、大丈夫ご飯食べてる時にこの話とかしてほしくないよね、この吐いたとは言ってなかった、あ、そう吐いたじゃああんまりあれかなと思ったけど、まあうん、なんかね、そんなにいっぱいは飲んでないけど、まあ飲んだんかな、うん、飲んだんでしょうね、悪酔いしためっちゃでも初めてだったんよ、お酒で吐くっていうか経験が、俺初めてだったんで、あ、私これぐらいまで飲んだらダメなんだと思った事件、うん、勉強になった。あ、もうお酒飲んでソフドリ飲んで、お酒飲んでソフドリ飲んでみたいな感じにしようかなとか思って、もうなんかほんまにチェイサーが必要やと思って、それないとダメなと思って、うん、でも記憶ないとかはないんよ、全然記憶めっちゃ残ってる、逆にちゃんと残っとるけん、まだなんか、うん、もうほんまにベロベロになったみたいなんではないんですよね、全然記憶にあるし、どうやって帰ってきたのかもちゃんと覚えてるし、事件ちゃんと調節をしながら飲もうと思った、もう飲まないぞにはならなかったの、もう飲まないぞにはならなかった、全然もう飲まないぞって言ってもどうせ飲むけんと思って、飲むけどその調節はしたい、で調節はするもう絶対って思った、こうなりたくないから、もう吐きたくはないからもうってなったいや、お酒飲むのは好きだから飲まないとはならなかった、でもちょっと飲むのにはためらいはまだちょっとあるちょっと怖いかもみたいななりたくないっていう気持ちが大きすぎてそう、やばいでしょ、本当にね、たしなむ程度が一番、うん、私なんか別にそのやっぱ大学生とかだとさ、そのなんか飲みさというか、まああるじゃん、そういう飲み会とかよくあってさ、いっぱい飲まされるとかの、そういうゲームとかするとかあるじゃん、でも私そういう会とか行かないし、行かないというかないから、別にそういうのないんですよね、普通になんか飲んでたらって感じそうでけん、まあそのなんかもう飲みすぎちゃうとかは多分ないと思う、飲まされたとかはないけん、そういう人たちも別におらんし、周りに、じゃけん大丈夫、あとは自分の心が、心ん自分ん、そう勝てるか、そのえ飲みたいっていうその気持ちに勝てるかっていう問題ですかねちゃんと飲まないように、あのうまく配分できるか、そうでもね、このそう自分のさ、その限界を知れたのは本当にうん、プラスかなって思ってます。あ、こういう飲み方、こういう飲み方というか、こうやって飲んだら俺は吐いちゃうんだって、
チャミスルあるじゃん。あ、チャミスルを私丸々1本飲んだんですよ。でなんかそれも2杯ぐらいそのまた別で飲んどったんよ。別でなんかハイボールとか飲んでたんだけど、生とハイボールと、あ、サワーも飲んだわ。で3杯か、3杯飲んどって。でもなんか最初の生ビールはなんか普通のサイズじゃない、ちょっと小サイズだったんで、まあ 2.5 ぐらい、 2.5 杯飲んどってからのチャミスルを最後丸々1本飲んだら、その時は大丈夫だったけど、もう後々からもう悪酔いがすごすぎて気持ち悪いってなっちゃった。やばそう、もうなんか一回さ、ウェーって入ってさ、もうなんかはーってなるならいいんだけど、もうなんかずーっとだったんだもん。2、3時間ずーっとぶっ通しで、もうなんかはー気持ち悪い。一回入ったらちょっと軽くなるんだけど、そこからまた来るけん、みたいな感じだった。でなんか吐き気止めみたいなの飲んで、でそこから寝て、でさ遊ばったけどね。アロンズさんハートありがとう。まあそういうこともあったんで朝配信では大丈夫だったのにね。そうなんよね、朝配信の時は全然大丈夫だったのよ。あの昼ぐらいからそうなったの。そう、アランさんありがとう。飲んだ倍の水飲むといい。あ、そうなの、そうしよう。お勉強お勉強と。はい、それではね、私の配信は終わりたいと思います。皆さんもね、飲み会とかあったら気をつけてください。みんな記憶飛ばしたこととかある、やっぱあるよね。みんなのブリューデン、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 デン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 、レッツゴー。あっちゃんいつものやっていいなお、聞きたいか俺のブリューデンあ、飛ばしたことない？あ、ないか。飛ばさない方がいいよね。飛ばさないのが一番です。うちの友達はもうある。え、本当に記憶ないとか言ってる。大丈夫？それはみたいな。記憶だけはないけど財布は何回か。え、待って、記憶だけはないということは財布と記憶とかはあるってことですか？ジュンナさん流れ星ありがとうございます。あ、飲めないのが一番いいんですよ。うちのお父さんも飲めない、飲めないのがいい。うちのお父さんにさ、そういう話すると、もう飲まなくていいよって言われる。警視庁生活安全課。こんにちは、兵庫県は広島在住の加藤きみなです。これからもじゃあ記憶なくさない程度に飲みましょうね。飲める人は。何話したか覚えとらんのはある。まあそれはお酒入ってなくても覚えてないとかあるくない、普通に私全然あるよ。え、何話したっけみたいな。焼酎たくさん飲んだ時3、4本、え、ソジュやば、えぐてば。お酒の失敗は周りに迷惑もかかる時もあるからね。そうなんよね、それな。私はマジで家
家でずっとそれ叩きに良かったなと思って、家帰ってからだったからほんまに良かったと思って、その場でそうなってたら本当にだると思って、ずっとだってさ 2,3 時間ぐらいさお店のトイレから出てこれないみたいな、そういう状況でしょ。いや絶対嫌だよかったそうじゃなくてそこだけが救いかも。あれね、気をつけながら行きたいと思います。はい、それでは男女読んで終わりますね。13位焼きそばさん、12位マックスがこじもさん、11位リザ48さん、10位スノーヒルさん、9位シャイニングフィンガーさん、8位ハオッキー、もう酒が詰まってるとこーわけー、7位アベルさん、6位チリちゃん、5位アメンボさん、4位ノコポコさん、そして第3位がカックー、ありがとうございます。そして第2位がトシさん、ありがとう。そしてお昼の第1位はポッター、のんびりいい土曜になったよー、レッスン頑張ってね、ありがとう。なんでのんびりはカタカナなんだろうか、それはなんかあるんですよ、ドゥル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 、はいわかる、これわかる人いるはい、ということでですね、今日もまあでもまだこれからも、予定がある方もいらっしゃると思うし、お仕事ねされてる方もいらっしゃると思うので、おのおの一緒に頑張っていきたいなと思います。はい、私はねレッスンに行ってまいりたいと思います。で明日はですねちょっと早いんですけど5時半から配信をしようと思っております。ちょっとねお化粧かな、お化粧配信をしようと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、実に面白い、カチャはい、もうワンチャンその起きてなかったら本当に芝居てください、よろしくお願いします。よし、はい、それでは皆さんありがとうございました。またね。ゆなちゃんミステリー系好き、めっちゃ好き、ミステリー系思ったんよね、ガリレオも見てたし、まあ全部見てないんだけど、あの警察系とか、そのデカワンコとか、あのミステリーという中でもそうだし、 謎解きはディナーの後でとかめっちゃ好き。ではまたまたねー、またしたー、バイバイ。